アイテム番号 SCP-175JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-175JP はサイト81の標準人型収容棒に収容され介護を受ける状態にあります。 SCP-175JP の心理グラフおよび健康状態は常に監視され、何らかの変化があった場合、標準人型オブジェクトに対して与えられる食事の倍量を提供して摂取させてください。また SCP-175JP は常に財団職員1名以上と対話が可能な状態を維持されます。 SCP-175JP が空腹を訴えた場合、また心理グラフに異常が見られた場合、給食時間外においても直ちに食事を提供し、SCP-175JP の満腹状態を維持してください。これに加え、SCP-175JP に対し週1回の心理カウンセリングを行い、SCP-175JP の精神状態を常に安定させるようにしてください。説明。SCP-175JP は、本来眼下部にあたる部位に大きな後部を持ち、右腕を二の腕まで四肢を欠損した成人男性です。これに加え、通常の人間と同様のサイズを持つ後部を有しています。SCP-175JP は、視力を有さないにもかかわらず不明の手段にて視界を持っているとされていますが、もともと持っていた視界より見通しが悪く、そのせいでよく転ぶ、と証言しています。検査の結果、視野角は上下に対して40度、正面から左右に対して70度前後しか存在していないことが判明しています。SCP-175JP は、眼下部と置き換わった後部から分泌される不明の消化液により、どのような物質、物体をも消化します。この消化液の検査は、検査器具の消化、破損により現在まで成功しておらず、また、この消化液が SCP-175JP の瞳孔内粘膜から分離すると即座に特異性を失い、通常の人間が持つ唾液と同質に変容するため、異常性の原因もつかめていません。SCP-175JP は置き換わった後部であればどのような食品、あるいはそれ以外でも塩化、消化、摂取可能と判明していますが、これらのあらゆると食物がどのような形で SCP-175JP の体内に取り込まれているかは不明です。にもかかわらず、調査の結果、少なくとも1日に、kg 程度の食事が行える限り SCP-175JP は最低限生存可能と見られていますに。しかし、通常、人間が摂取不可能な物質酸をどのような形で栄養として取り込み、生存に用いているのかは分かっていません。また、絶食を行った場合の SCP-175JP の変化は現在も判明していませんが、その性質上実験は禁止されています。SCP-175JP は、20年月日県紫近隣の森林において、異常な勢いで伐採が進んでいる。と森林組合から地元警察が通報を受け、潜入していた財団エージェントによる調査の結果、森林中において木に直接かぶりつき接触を続けていた、栄養失調状態の SCP-175JP が発見されました。その直後、機動部隊による対話の後に収容がなされました。インタビュー記録、175-003、SCP-175JP 確保後、SCP-175JP に対しインタビューを行っています。対象は移送後、通常の食品の摂取により健康状態を回復しています。記録日時、20年月日。インタビュアー、博士。対象、SCP-175JP。博士、さて、SCP-175JP。気分は落ち着いているかな ?SCP-175JP。はい、大丈夫です。今は、博士、よろしい。インタビューをしていくが、良いかね ?SCP-175JP。はい、
博士、では聞いていこう。君はいつ自分がそうなったかを覚えているかな。SCP-175JP。確か。こちらの皆さんに保護していただく1ヶ月くらい前だったかと。その、あれからしばらく森の中で過ごしていたので覚えていないのですが。博士、構わないよ。では、君が変わったことを自覚した時のことを聞いてもいいかな。SCP-175JP。はい。あれは確か真夜中のことでした。不意に目が覚めて、妙に視界が狭いことに気づいたんです。それと、その、博士、その SCP-175JP。ああ、はい。やけに腹が空いたなと。夜食を食べることはあまりなかったのですが、その時は驚くほど、腹を空かせていたことを覚えています。博士、なるほど。大丈夫かね。 SCP-175JP は落ち着いた風だが、検査機器から SCP-175JP の若干の心拍の増加と、膝を揺する様子が確認できる。 SCP-175JP。 すみません。腹が空いた時の感覚を思い出すと、ダメなんです。お腹が空いてしまって、我慢が、いえ、我慢は、できるんですが、博士、インタビューは中断しよう。大丈夫。落ち着いてから改めて聞かせてもらうよ。SCP-175JP。ありがとうございます。お気遣いしていただいて。博士、君がそれでは私も落ち着かないからね。ログ終了。インタビュー記録。175005。全インタビューから。尾語。改めて SCP-175JP に対し聴取が行われました。SCP-175JP は、事前の心理カウンセリングにより精神的に安定していると診断されています。記録日時、20年月日。インタビュアー、博士。対象、SCP-175JP。博士、こんにちは。SCP-175JP。気分はどうだい？SCP-175JP。ありがとうございます。この間よりかは幾分。本当に情けない話ですが。食べてばかりで何もできず申し訳ありません。博士、いや、構わない。それが我々の役目なのだから。では質問していくが、問題ないかな。SCP-175JP。はい。よろしくお願いします。博士、ああ、聞いていこう。その変化が起きた原因か何かに覚えはないかね。SCP-175JP。いえ、全く、目が覚めて、気づいたら、こうでした。博士、ふむ。では改めて聞くが、変わった後、君はどうしたのか教えてくれ。SCP-175JP。はい、隣に家内が寝ていて、その、腹を空かせたまま、横顔を見ていたら、言い難いことなのですが、博士、大丈夫。避難したりはしない。SCP-175JP。食べてしまいたくなったんです。とても。博士、なるほど。それで、SCP-175JP。気の迷いだと思って、私は洗面所に行きました。顔を洗えば落ち着くだろうと。それで、鏡を見たら、こんな、巨大な後部を左手で覆い、SCP-175JP は涙を流すように大粒のよだれを垂らしている。博士、ああ、きっと辛かったろう。SCP-175JP。そうです。でも、どうしても辛くて、眠っていた家内が、本当に、その、博士、ゆっくりで構わない。続けてくれ。SCP-175JP。美味しそうで。だから私は、自分の右腕をこの口で、ぐいちぎりました。痛みも感じないくらい自分の腕を夢中で貪りました。不思議と血はこの口の唾液で止まって、貪るうちに食欲も落ち着きました。けれど、その時ふと気づいたんです。博士、気づいたというと、何に？ SCP-175JP。人の肉というのは、存外特別にうまいものでもないのだと。ログ終了。
恋1。SCP-175-JT からの情報に基づき周辺地域を調査した結果、証言に一致する家庭が発見されました。SCP-175-JT は家族により捜索届が出されていましたが、SCP-175-JT 本人の意向に基づき家族への記憶処置が行われ、SCP-175-JT の個人情報の抹消が行われました。SCP-175-JT は20年月日、現在も財団に協力的ですが、時折、家族は元気だろうか、と職員に対し質問を言っています。現時点ではこれらの情報を与えることについての制限はありません。追記、20年月日、SCP-175-JT は収容棒にて突然、健在であった両脚、および左腕を噛みちぎり四肢を完全に喪失しました。SCP-175-JT は治療により一命を取り留めましたが、なぜこのような行為を行ったかについてインタビューしたところ、自分に嫌気がさした、と述べています。SCP-175-JT の治療とともに、経過を観察していく予定です。